旅客機じゃない飛行機が飛んでたの。え？すごい低いとこ。え、何あれって。怖いね。怖いね。おお。18本。これね。はい。箱は抑えだな。これ日にちも取った。日にち？こちらご覧ください。こちらですね。東京都で8月以降に自宅療養中に亡くなった方です。30代から50代が26人と半数以上を占めました。第5波では 1%。大統領は自身への接種を固くなり拒否し続けてきました。でもくっついてんの。イギリスのジョンソン首相から勧められて、おっこちゃん買ってくれた。そこから開けんの。いやいや、横から開けんじゃないの。あ、そうなの。あ、ここだ、うん、そうそうそう、くっついてなかった。ちなみに、おお、言われた通りのやつだよ。おお、ありがとうございま す, です、ね、指が刺さりましたけど、ありがとうございます。ちょっとね、あるときね、演説で大統領が求めたのはワクチン格差の是正でした。ありがとうございます。朝食を立ててくださいね。すごいね。すごいな。6人分ぐらいっつったよ、これで。それはあるね。6人はね、あるでしょ。電話して頼んだからさ。ワクチン接種が進む国は、経済が回復基調に入る。よし。ここか、真ん中かじゃ。大きいのはね。ちょっと箸になっちゃったけど。真ん中にやんないって。全部やるの？うん。真ん中の巻いてなかったの？上でいいぐらいの。周りかと。3本ぐらいで。バランスいいように。18本、10本と小さいの8本ある、ね。一応。全部やった？オッケーかな。オッケーだね。あ、電気。あれ？だんだんないのかな？あれ、この前買ったやつはこれ？この前買ったやつなのこれ？違うでしょこれ。これさ、この前のやつないの？新しいやつ、ちょっと待って。つきにく。合計9本。電気消してもらっていい？あ、ラスト1本がついてくれ。なんで？いや、これなんかありそうだけどな、向こう見た感じ。あと、なんだっけ、骨の調整が。おほほほ、すっげえ。9本もつけるとパワーがすごいね、これ。何のパワーで。何だ。このフルーツがね、余計輝いてすごいな。ゼリーがかかってんだね。自分で撮んのもなんかあれ。これ一息でいけるかな。さあ、元吹奏楽部。OK です。あ、一本。あ、惜しい。あれ？何これ？強っ。名残惜しいらしい。これすごくない？花火なんじゃねこれ。おお、よかったよかった。よかったです。よかったね。18歳。ゆっくり引っこ抜くしかないな。ここに、これ、向こうか、これ。ウェットティッシュ。
ウィッティ ー, ウィッティー上手にやってね、チョコレートしかないように自分の顔に一方向に抜いてほしいな。なんで、ね、あ、いいです、大丈夫。何一方向って、あの全部芯向こうとかにしてほしかった、暑いから。あ、そういうこと。いいです、大丈夫。芯熱くない？あんたの皮膚では熱くないかもしれないけど。あ、やっぱあった。おー、よく気がついたねー。よし、おお。はい、うまいことやってください。じゃあやりますか。ちゃんとこれクリームで押さえられてるんだ。切りますか。このまま撮ってればいいでしょ。映ってた。あれ？何したんだけど。そうだね。4等分でいいよね。4等分でしょ。はい、はい、フルーツがこれね、難しいかもしれない。ああ、難しいかもこれ。頑張れ。あ、こっちだった。はあ、頑張れ。細かく動かすといい。頑張れ。これフルーツあるから難しい、うん、難しい、ね、ケーキだけだったらいい。あ、難しい。下まで行ってないし ね。いや、一気に。おお、行ったって言ったよ、今度。いや、器用だから、うん、大丈夫なはずだよ。器用だね、本当に。なんてあんま切んないからな、ちょっと一回。木材しか切んないからな。それ、そのまま炙ったら。そのまま、うん、だから、トンの、うん。マシュマロ焼いたみたいになっちゃうよ。鉄は熱いうちに打ってみたいになっちゃう。お前、あの、炙りすぎて、うん、煙出たから消えた。そう、バカだれ。そうなの。いちいち焼き入れた。あ、じゅうって言ってる。じゅうって言ってるよ、大丈夫なそれ。お、でも切れてる、スパッと。うん、でも、上手だ、上手だ。あ、でも、糖分をちょっと見てなかったかも。めちゃくちゃ。大きいの取れない。めっちゃぐちゃぐちゃになっちゃったな。ケーキなんて切んないから、はい、ちょっと汚いかもしれない。いや、ぐちゃぐちゃにも程があるよね。でもしょうがないじゃん、だって上のフルーツが。まあね、はい、じゃあ大きいの取ってください。お母さんだって似たようなもんだから多分。んだ、原型とどめないじゃん。とどめます、原型ぐらいは。近づけた方がいい。これもちょっとこっち。いいよいいよいいよ。やめて。大丈夫。大丈夫。全部やらせてください。サーモンも切れる男だからな。あ。あ。大丈夫。食べれば味は一緒です。いや、見た目が重要よ、これ。あ、しまった。いや、これ。うわぁ。まあ、前は綺麗。もう、後ろはもういいわ。いいんじゃね。うん。いいんじゃ、あ、こぼれたよ。いいんじゃね。まさかその舐めた手でみんなの取り分けるんじゃないだろうな。あとは自分でやれっていうことなんだよ。なんか、ここ、親指つかないです。うん、つかないです。あー、やばい。もう、セーフ。今度薬指も使えないじゃん。洗ってこい。洗ってこい。この2本。洗ってこい。2本まだ残ってる。お母さんのはいいよ。まあ息子だからな。うん。うわ。でかいね、結構ね。うん。ね、ちょっとこれやばいな。やりにくいな。やばくなっちゃう。怖。Thank you。 あんまでかすぎて、ね、Thank you。 6人分、6人分って言ってたから、うん、6等分だとやりやすいようになってるかもね。うん、うん、後でやっとくから。ほんとか、ほんとか。はーい、OK。 東海に入れました。なんで自分でやったのが違う、東海するように置いてあったんだよ。なんでしょうがない、やっと置いたのに。倒壊しそうだったの頑張って置いたんだよ。そうで
これだからさ、6人分ぐらいでしょこれ。6人分ぐらいある。6等分だとうまくいったかもしれない。そんなことない。そんなことないと思う。大きさのバランスが。いやいや、そういう設計なんじゃないの。そんなことないよ。いや、わかんないよ。まあ、言い訳はいいから食べにさ。4等分が一番だって。そう、4等分が一番だって。いや、楽だけどさ、切るのは楽だけど、なんか、バランス的に。じゃあお先ね。はい、おやすみ。枕になるのはある、ナミさん。あ、それですね。枕。あ、これそれでもいい？うん。いいよ。枕ないではなんか、タオルかぶせて。そっちの、ビーズではダメだ。ビーズ？疲れる。あ、そう。ビーズの方がいいかも、私。でしょ？そうなの？なる前、嫌だって言われたんだ。あ、そうだった？でも、どこにあるの？あ、よいしょ。あ、風呂入ってる間に返しますか。ちょっと、どうぞ。はいはい、裏側がやばいですけど、表側はめちゃくちゃ綺麗なんで、いただきます。絶対美味しい。じゃあ、いただきます。さて。ちょっと見た目が。あ、うまっ。チョコとフルーツがいい感じにあって、うまいの、なんか、うん。これ初めて食べる。おいしいです。ね、初めて食べる感じのケーキだな、これ。フルーツピークスのやつとかとはまた違うね。ちゃんと、なんか、あれはフルーツメインっていう感じだけど、これどっちも楽しめるみたいな。わかる？なんか。お母さんがなんだかわかんないけどな。胃に入れば同じって言ったじゃん、お母さん。ひどい。お母さん。頑張って産んだのに。俺やったわけじゃないからね、それ。お母さんしてます。なんかそのフルーツケーキとかと違って、どっちフルーツもケーキも楽しめるみたいな感じです。うん、めちゃくちゃフルーツ感が楽しめるケーキかと言って、フルーツだけにはならないケーキ、めちゃくちゃ美味しいです。グレープフルーツも乗っかってます。酸っぱ。じゃん。ま、マンゴーがめっちゃ甘いな。マンゴー？うん。マンゴー？まあマンゴー入ってる。マンゴー、ブドウ、ブルーベリー、キウイ。めちゃくちゃいっぱいフルーツが乗ってます。ちょっとあとは剥がしとくか。